はい、えー、どうも皆さん<ー>こんにちは。ええー、小動しん役の山口カッペイです。あ、ええー、そして森蘭役の <laughs> 山崎和巧です。改めまして。まあ、まずあのちょっと僕らの今の状況を説明しますとですね。うん、僕と蘭の間には透明なカーテンがあります。<laughs> 見えないのかねなんかこうまるで新一と蘭の間のようなカーテンがといえば聞こえはいいけれどもなんか取調べ室みたいななんかよくあの番組であるねあのちょっと顔隠したい人が音声隠して出てくるみたいな状態になってますけどねお互い。ということで今回は特別企画ということでまあコナン今回こう。 会がね延期になったということでそれについてこういろいろよもやま話をしてくれということなんですけれどもねまず「あの昼の弾丸」公開延期発表された際の率直な気持ちということでもう映画始まって初めてですね初めてっていうかこんな状況下がだって声優としてデビューして初めてな1年になっちゃいましたこんなカーテン越しにね。なんてことはなるとは思わなかったんですけれどもね。まあ 最初どうでした？うんあのね、うん、あのー、ほら映画公開までにいろいろなんなんですか、はい、イベントっていうかあるじゃないですかねあのー、いつもね一月とかにあのホビーフェア。うん あの時はまだだからさやるつもりだったわけよだたに。ったうんあれでホビーヒアの時にみんな予告映像とかも流れてたっで気持ち盛り上げて今回の映画にちなんだような衣装みたいなのを選んで自分たちで着てみんなで南さんとかが意見出しちゃってちょっとずつ映画のモチーフになるようなものを身につけようみたいなことをやってるんですよね。 はい、でなんかほら今度赤いファミリーのねうん、うん、あれだったからイギリスのねっ、うん、ぽい感じだからじゃあちょっと昔のイギリスっぽいこう、うん、ワンピースとかにしようかとか言ってそうなんでやっていたらあるよあるよといううちにそうなんだよねだから今年も、うん、去年の実際に去年の暮れぐらいから、うん、なんとなくこう噂がねあのー。うん 入ってきて謎の病原菌みたいなのが入ってきて、うん、まあ1月末ぐらいからね日本の方もあれなんてことになってたけど、うん、まだその時点では4月には収まってるだろうと思って、うん、そ,うそうなのうん、うん、だからまあコナンが映画は大丈夫なんじゃないなんて思ってたんですけれどもね、うん、<ー>うんうん、でだから結局あれ結局延期って分かったのっていつ頃だったっけってでも結構直前じゃないかな、うん、割とね割と本当直前になって、うんうん 延期するっだからやるにしても劇場挨拶は無理かなとかそういう感じの話からか、ね、じわ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 ときてそうですよだって直前の今回の,あのゲストの、うんあのー、浜辺美波ちゃんの記者会見の時にんかサプライズとか仕掛けたもん。うんえー 浜辺美波ちゃんが、うん、工藤新一好きだっていうことでサプライズで登場したりして、うん、なんか一緒になんか、ね、記者会見で写真とか撮られたんですけど<ら>なんかでそれ、うん、な。うん 結んか何だったのみたいな状態にもね、うん、なっちゃって、うん、まあだから結局、ね、宣伝っていうのがね割ともう仕掛けてたから、うん、まあそこについては大変だろうななんては思うんですけれども、うん、まあでも実際でも。 まあ、公開延期に踏み切ったという判断については,、うんはうん、僕は良かったと思います逆にね落ち着いたっていうかうん、うん、どうなるんだろうの気持ちがい,いつもどうなんだろうどうなるで、うんうんま、毎週そんな話ばかりしてたから。なんか ちょっとこう、まあ、ぶっちゃけ本音のところで言うと、うん、ちょっとコナンの劇場もここのところ本当にずっとその皆さんのおかげでとても好評じゃないですか、うんうん、で前年度を上回る前年度を上回るっていう、うん、なんかこう、まあ、それも一つもうもちろんそれが全部じゃないけど、うんうん、それもなんか一つハードルとプレッシャーみたいになってきてる部分がなかったわけではないから、うん、なんかここで一回ちょっと落ち着こうかっていう、うん。 意味もあってとても良かったし、うん、今度逆に今年ね赤井さんファンでとっても待ち構えてくれてた人たちにしてみれば、うん、その今年1年待った分うん、うん、来年の公開の時にもしかしたらドンとものすごいロケットスタートを切れるかもしれないとかいろいろコナンのなんか今後のことを考えると良かったんじゃないかななんて思うのかなと思っだってねこれ、ね、アフレコもね、うん、少し余裕持てるかもしれないですよね<う>劇場の。 今までだって4月公開で大体2月の終わりぐらいにやって、うんうん、えまたね、うん、あの公開までいろいろみんなでキャンペーンやったりとかです。とってもバタバタだったんで、うん、少しアフレコに余裕が持てたりするといいななんてね,そうねそういう希望を出しつつねらあの完全にあのスタッフさんへの注文になってますけどね。 <laughs> まあそんな感じですかね。うん,うん、ね。うんで、まあそういうわけでこう2020年はまあそういう意味でこう困難がない。う 劇場版のコナンがなくてアフレコもほら数か月お休みになっちゃってね。っていうかカッペンさんの場合あんまりほら僕の場合はあんまり影響ないですけどね別にコロナ禍だろうがなかろうがろうが大体いつもと変わらないペースで劇場取ったら大体もうずっと休みっていうのは変わらないじゃあ来年とか何かクリスマスとかっていうかだから割と僕的にはいつものコナンペースではある。 うん、えでもな <laughs> ほらこんなんだけじゃなくて他の仕事とかもね全部ストップしましたからね、うん、まあえでもなんか結構いろいろやってなん,かなんかほらたまにツイッターとかで見たら、うん、あ結構いろいろやってる割とねだからあのまあ、うん、そういう意味ではその、まあ、コロナ禍の時期をどう過ごしたかっていうと、うんうん、割となんかねのんきに過ごしてましたよ。うん、割なんか考えてみたら なデビューしてからこんなにゆっくりしたの初めてっていうぐらいなんかすごいゆっくりしてた、うんでんかめちゃくちゃねあんのー、んと過ごしてた、うん、なんかその世間のなんか大変な状況はん,、うん、<laughs> んかまあどこ吹く風と言っちゃいけないけど、うん、意外となんかのんびりししてま結構だって勝平さんさ一人遊び上手っていうかいろいろちまちま絵描いたりとか,なんか自分の趣味をか、ね。うんうん なんかちま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 やったりとか、なんか、うん、なんか急に、ちょっとウクレレやってみようかなとか。なんか、ウクレレ。ウクレレ。落語喋りながら。そうそうそう。まあ、落語とかもね、全部ストップになっちゃったからね。あ、そっか。まあ、イベントというイベントも全部なかったんで。あ、人前では、でも、なんか、ほら、自分で稽古できそう。自分で稽古とかね、あの、しないね。あ、しない。やっぱり、なんか、あの、なんか、やる場がないとしないね。しないか。うん。 なんでねの割とでも時間を満ししてまたよちゃんは私ね本当は5月に芝居やる予定だったんだけど結局それができなくなってで次の年だから来年のまた6月ぐらいにって言ってた同じ劇場でなんだけどさそこが例のまず一番クラスターの出た例の新宿のあの。の劇場でそそそううし だから来年って言ってても、うん、結局劇場側が、うん、あのワクチンができるまではもう劇場使わないって決めたってなってそ,うなんだそれで結局、あじゃあ来年のもそこではなしってなって、うん、まあ結局別のところでね、うん、っていう,ふうな話にはなったんですけど、うんうん、かそういうのはあったかなって。わりと若菜ちゃんは習い事とかしてたじゃんそ,うそれもねだかららしばらく、ねうん、あのいわゆる緊急事態宣言中は1ヶ月か。うん あの1か月半ぐらいはちょっと,っ休,みと休みになっちゃって、うん、もうだからこれではいけないと思って、うん、普段家でしない、うん、腹筋とかやってみたりいんです。 いやいやいやもうめちゃくちゃ怠惰だったよ。あともう散歩年寄りみたいに散歩してうん、うんうん、なるほどな偉、うん、いないやいやあでも、うん、意外とそのコロナ禍に入る前にちょっとお酒を抜いてみたんですよ。 アルコールをノンアル生活に切り替えてみようと思って本当良かったなと思ったのが本当それが緊急事態宣言っていうか自粛に入る直前だったからうちにそういう期間でいる間飲んでなかったのずっとノンアル生活してたからじゃあ自粛期間中はすごいよかったよそれだってその期間中自粛期間中だってノンアル生活してなかったらもうただの飲んべえになってるとこだったよ いや思ったあの期間中、うん、ちょっと外歩くと、うん、むっちゃくちゃゴミ捨て場に酒瓶が多かったのはい、はい、それでみんなね絶対外で飲めないから、うん、家で結構飲んでるなっていう増思っんだって逆にねコロナ中はだから飲まなかったから。うん あのそう割と体型は維持できたんだけど、うん、それがちょっと終わってまた少しずつ日常が戻ってきつつ、うん、こう少人数だったらちょっとご飯食べに行こうかなんてことが、うん、あのまた起こりだしてから、うん、逆にあのお酒を解禁して、うん、今太りだしたか,っ<あー> <laughs> も,うかもうきっちり解禁した感じでやばいあきっちりでもないですけども、うん、でもやっぱ飲む量は減ったしだからこのままちょっとうん行、うんあのー、こうかななんてね。うん なんか夢もなんもない話になってますけどねなんか親父の話になってきちゃった親父っぽい話になっちゃった池田秀一さんはお酒を飾って炙り込みに来た修一さん話なんかはね修一さんもうすごいフレンドリーで終わると飲みに行くのがいつも楽しいって感じのねそうなんですよそうお酒大好きじゃないですか秀一さんというと収録と飲みがセットになっている人なんだけれどもなのに なんか今回は、うん、そう今回のアフレコ前はお酒立ちして、うん、お酒立ちしてやってきたという、ね、今回の劇場に望んでいるということで、うん、いやその意気込みすごいですよ、うん、すごいですよねなんかこう綺麗な秀一さんが聞ける、うん、<laughs> どういうことだよ <laughs> どう <laughs> いう意味みたい。もうやっぱ熱がすごかった。<laughs> まあね。でもなんだかんだで。まあ初めての経験だったんでね。うん,うん。まああの自分たちだけじゃなかったんで、うんうん、今年1年。とにかくなんかそのなんだろう。そのコナンのイベントもそうだけど、そのとにかくイベントっていうもので、こうみんなに会いに行けてない。うんうんうん こうみんなの前で何かこうパフォーマンスすることができてないんで鳥取に毎年行ってたこともそうだけど、うん、その年間行事みたいなもんが全くなかったからた、ねうん、全くなかったもでっった、うんでだから曜日感覚どころか、うん、なんか月感覚がなくなってあ,なんか、ね、あれもう季節がいいつみたいな,ううなんかもう気が付いたら、うん、もう今年終わるよみたいな。うんうんうん 状態になってて、ね。そうした気分な、ちょっとね、<や><応>本当ですけれどもね、ちょっと来年のね、うん、あの公開、コナンの公開の頃までにはね。うん、また、あのしっかり日常がね、うん、戻ってほしいなとは思いますけれども。うん、まあ、改めて本当に劇場公開をね、うん、待ち望んでいる皆さんに、うん、はい、何か一言ずつということで。ねうん、いや、なんかね、あのほら。 劇場にまつわるるカフェとかもあで結構私友達知り合いの人がカフェ関係をずっとやっていてそしたらその人に聞いたらやっぱりすごく皆さん待ち望んでいるとカフェも一時期できなくてそしたらもう早く早くみたいな感じででそっちの方からもずっと盛り上がってだからきっと期待が高まってると思うんですよ。ずっとテイクアウトだったんでテイクアウトも青山先生もテイクアウトで頼んでたらしいけど。 そうでもテイクアウトだけじゃなくてちょっとはやってたのかな,<あ>なんかなんだ,だけどやっぱりすごくもう皆さんそこからも,もうんだろういそうねこう皆さんこう今ちょうどこう言うと、うん、バネで言うとこうギューッてこう縮められてる状態なんですね。だからこの間ツイッターとかでもあの公式の方で正式に来年の,あの公開日が決まったじゃないですか。月の えっと 16? 4月16に決まったっていう発表がツイッターで公式の方でツイッターであってそれでやっぱりリツイートしたらすごい量のやっぱりリップ,プが来て。うんうん みんなすごく楽しみに待ち望んでくれてるんだなありがたいというかもうねでも私たちも期待してるっていうかななんんだろううそですね見た映画ちゃんとできたのやできたって噂は聞いたんだけどまだ見てない私もまだ見てなくてしっゃがあったんだけどいや今見ても今見てもと思って南さんが言ってた「コナン出し」じゃないけどんコナンしてただってねだからまた劇場の前になって改めて見たいなと思って。そうだよね

本当にか今改めてああ今年コナン劇場なかったんだなとか今今になって実感してる感じがしなくもないけれどもまあねあのコナンファンの皆さんもね赤井ファミリー赤井さんのねファンの皆さんもですね本当に待ち焦がれてると思うのでもうちょっともうちょっとね心の真似をぎゅっとしてっと縮めて公開まで待ってくださいっていう感じですけれどもね。自分たちも楽しみに ってはいそして多分僕らは来年は来年でだから劇場はお休みするのかなと思ったら撮るっつってましたからね収録はあるつってましたんで僕らにもね早く日常が戻ってきますようにと。でまたね皆さんの前にイベントとかできるようになったらいいなって思いますねまたみんなでコナンをね楽しめる日が一日も早く帰ってきますようにということを願いつつまあんとなく二人の お話こんな感じですか。ね、こんな感じです。一応なんかの、なんだっけ、海辺のカフェとか、山の上のコテージで話してる感じで。やってくれって言われましたけど。ねでも、取引調べしてたから。まあね、取引調べしてたから、まあ、コナンらしいっちゃ、コナンらしいんだけどもね。はい。ということで、ぜひぜひね、公開の時には、皆さんと素敵な笑顔でね、お会いできますことを願っております。ということで、ここまで山口カ勝平と。はい、山崎和田でした。ありがとうございました。